持続可能な開発目標は SDGs とも呼ばれ経済成長と社会の課題の解決を同時に進めようという考え方で国連はおととし格差の解消や地球温暖化対策といった17の項目を目標として採択しました日本政府も去年推進本部を立ち上げて取り組む方針を打ち出しています環境省は 現在まとめている今年の環境白書でこの持続可能な開発目標の考え方を政策の核に位置づけることが分かりましたその例として売れ残りや食べ残しの食品が大量に廃棄される食品ロスを減らす対策を進めることによって地球温暖化対策や飢餓の撲滅それに食品加工やリサイクル技術の発展につながり 複数の課題を同時に解決できるとしていますまた東京オリンピック・パラリンピックの選手に贈られるメダルを使用済みの家電から抽出される金属で作る計画を紹介し資源を有効活用することで環境への負荷を減らすと同時に経済成長にもつなげられると指摘しています。このの環境白書は今後省庁間の調整を行い 6月にも正式に決定される見通しです。